イグチカは新生端子近郊のイグチ木に属するキノコ。傘の裏面は通常のキノコのような肥田状ではなく、観光と呼ばれる微細なチューブ状の構造を備え、その内壁面に胞子を形成する。しかし、中には、木肥田竹属のように、史実装卓が肥田状のものや、ジャガイモ竹属のように、肥田も観光もなく団子状の外観を持つものも存在する。 腹竹目のキノコ同様に広く分布しており、竹狩りを行う人には非常に人気のあるキノコである。一般にはイグチと総称される。かつてイグチ科のキノコは人間が食用に供しても比較的安全な仲間と思われていたこともあり、毒性の強い天狗竹属のような有毒種と混同するような要素も少ないので、キノコ狩りの初心者にとっても公的なものであるとされてきた。 木の細かいスポンジのような傘の裏面、一般に太くて、丈夫な肉質の柄の質感などによって、腹たける。しかし、日本以外のイグチ科のキノコによる死亡例や、日本における有毒種、毒山鳥の存在などに鑑みれば、イグチの仲間だからといって、安易に口に入れることは避けるべきである。近年の DNA 界の塩基配列の解析に基づく、菌類分類体系の改変によって、 従来はこのトガに分類されていたいくつかの族が除外、遺跡された。とはいえ、イグチカは未だに多数の族を包含した大きなトガである。最新の分類では約30族がイグチカに置かれている。かつてイグチカに包含されていた多くの族が分離され、より小さい別のトガに移されている。それらは外見的にはよく似ているが、 分子系統学的な知見をもとに、互いの系統関係はさほど近いものではないと考えられるに至ったためである。このような分類学的再検討が行われた代表的な例として、粘液層に覆われた傘を持つヌメリーグチ属サウイーラスが独立したヌメリーグチカスウイーラチに移されたケースが挙げられる。ほとんどの種が樹木の生きた細根との間に共生関係を持つ。 いわゆる外生菌根系星菌であるが、口気などを栄養源とするものもごく少数知られている。共生関係を結ぶにあたり、相手の樹木の種類をかなり厳しく選択するものと、選択性が割合緩くて様々な樹木と共生し得るものとがある。例えば、ヌメリーグ地属サウィーラスの中には、二神葉松のみと共生するもの、五神葉松とだけ共生するもの、 カラマツ族ラリックスの樹種に限定されるものがそれぞれ知られている。また、ヤマエグジ族のものには、特にカバノキ族ベチャラとの間で外星金婚を形成するものが多数ある。イグチカのキノコは南極大陸以外の世界の全域で発見されている。北半球の温帯域では詳しく調査され、かなりの種がすでに記載されている。しかし熱帯域あるいは、 南半球では非常な多様性が認められているにも、かかわらず、研究が極めて遅れている。EJH コーナーは、シンガポール島だけに限っても少なくとも60種が存在するとの証拠を示した。彼はまた、1972年には、マレー半島とボルネオ島から140種のイグチカの金を記載し、さらに詳しく調べれば、それと同数の新種が見出されるだろうと見積もった。 オーストラリアでも、イグチカのキノコの種た養成に関して、ほぼ同様の報告が出されているイタリアの市場で、売られている乾燥ポルチーニ多くのイグチカのキノコは、珍味として知られ、特に、ヤマドリタケは有名である。スカンジナビア料理では、人気の食材であり、フィンランド料理でも、ヤマドリタケは、ポピュラーな食べ物で、最も美味なキノコとして知られている。多くのイグチカのキノコは、 味が良く、最低でも食べられないような味のものではない。しかしながら、有毒であったり、無毒ではあっても食べられない種類も知られている。足紅いグチや苦い口などは強烈な苦味があり、加熱調理してもこの苦味は消えないため、食用にはならない。さらに山いグチ族に置かれる数種も同様である。苦い口は、外観が山鳥竹と似ており、後者と間違えて、これを採取し、 調理した料理を食べる段になって落胆する人も多い。苦い口では、傘の裏面に発達する観光層がピンク色を帯びており、柄は山鳥竹のそれと比べて褐色が強い。また好んで発生する環境も異なっている。胡椒井口は強い辛味があり、胡椒の代用として用いられることもあるが、普通は食用にされない。フィンランド料理では、スープソースキャセロールや、 シチューなどの素材として用いる。シイタケやマッシュルームのように、ピザの具材にも使う。食用にされるイグチ類の中で最も有名なものは、ニセイロ代わりで、傘の裏の観光面に手で触れると、青緑色に変色する性質がある。山イグチも有名で、大々褐色ないし、肺褐色の傘を備え、柄の基部はしばしばうっすらと青みを帯びている。いくつかの竹狩りの手引き書の中では、 柄が赤色を呈する、イグチ類は避けようと述べられているが、大ニ紅色代わりや、ウラベニ紅色代わりなどは、柄が赤くても食用にでき、味も良い。しかし1994年ボレタスプルケリマスによって一人の死者が出たこともある。ある夫婦がこのキノコを食用にしたところ、激しい腹痛を起きたし、夫が死亡した。原因は、超閉塞と見られている。ウラベニイグチも、 有毒であると長年にわたって考えられてきたが、このキノコによる死者は現在までのところはいない。中毒症状は消化器系に発現する場合が多く、糖タンパク質のボレサチンが毒成分とされる。日本産の有毒イグジ類の一種として知られている、毒ヤマドリに含まれるボレベニンもまた一種の糖タンパクであるとされている。三カワクロアミアシイグジは、もともと類似の食用キノコがないことと、 口に入れると、舌が痺れるという特徴的なキノコであったことから、死亡例や食中毒例はなかったが、2002年に、毒タンパク質であるボレニンや移民化合物が検出され、猛毒キノコであることが確定した。また、2008年には、移ろい口から、毒タンパク質であるボラフィニンが管理されており、マウスに対する急性毒性が確かめられている。 ヌメリコウジタケ族やシャイグチ族、栗川やワヤシャイグチ、えぐちナイグチ族、アシナガイグチ、ヤマドぞくケ族、ヤマドリタケモドキコガネヤマドリコショウイグチ族、ベニーイグチ、族ジャガイモタ族やマイぐち族、アカヤマドリキヒダタケ族、黒ロぐちチ族、玉のりリぐちチ族、黄色ロぐちチ族、花ナさいぐちチ、キアミヤシちぞく族、キみミヤシイグチ、オオニーイグチ、族ニガイグチ族、コビチャにがえぐちホべにしろあしシイグ 移ろい口族あわたけ族黒あざあわたけありがとうございます。